今日なんですけれども、先日私がやった練習、的を設置して狙いを明らかにして手裏剣を打つ練習、これを巻物付きの手裏剣でやってみたいなと思います。いつもこの的を用意すると、どうしてもこの起こり予防手裏剣大会の大会ルールにのっとったようなことをやってしまう。特に大会ルールに9連打、まあ、9本打つというものがありまして、私自身、9本の手裏剣を手に持って練習することが多いです。ですが、手に何本手裏剣を持つか、これは流派によっても違います。例えば5本というところもあるし、特にそういうのは設けない、あとは手に持たずにいろんなところにこうしまうというところもあります。なので手に何本持つか、まあ9本持つという決まりは特にない。今日はまあ巻物をつけた手裏剣でこういったターゲットをしっかり狙って遊んでみようかなと思います。あ、ちなみに持ち方なんですけれども、こういうふうに切っ先を前に向ける人もいれば、切っ先を自分側に向ける人もいる。まあこれに関しては正直ね、その流派によって違うので、こっちがっていう決まりはありません。まあそれなりにどれも理由がありますので、私はね、意外と切っ先出すんですよね。このまま打てるようにする。まあただ例えば逆にするのは、まあ切っ先を相手に向けないだとか、あとはその手がちょっと斜めに振ってしまった時に、この状態だと自分の手を傷つける恐れがあるとか、まあ、自分や相手に対する配慮、そういうのが含まれていたりもしますし、もちろんこっちはこっちで、先に向ければ先に向ける方の、例えば流儀だったり礼儀だったり礼法、そういうふうなものもありますので、まあ、これは一概には言えません。なのでまあ持ち方に関してはどちらでも諸説ある。ただということは、自分がやってることが全て正しいとは言わない。ただそれぞれの言い分はちゃんとあるといったところです。では今日は的を設置して遊んでみたいと思います。まずはこの2本から打ってみたいと思います。私はこの手裏剣で的を狙うのは初めてですね。私の場合、手裏剣によって持ち方であったり打ち方、それから考え方、そういったものも変えています。なのでこの手裏剣の場合には自分の練習の仕方というのがあって、そういった理由でこの手裏剣で的を狙う、これは初めてです。しっかりと狙っていきたいですね。やはり的に向かうと違いますね。体の動きとかそういうふうなことを常に考えながら打つ手裏剣だったので、的に狙うというと感覚がまた全然違います。それでもやはり手裏剣自体がいい手裏剣なので、どうしてもね、こう体の動きやこの手裏剣の狙いのつけ方、それから飛び方、それが少し違うので、イメージを変えながら打つ必要があります。ど真ん中に行きましたね。手裏剣を変えてみます。
ネギシ流型の17センチぐらいの少し大きいものと、こちらは、朝山一電会さんの仕様のものということです。まあ1本ずつなんで、それぞれ持って打ってみようかなと思います。こういった巻物をつけた手裏剣の場合、手の内の操作というよりもこのまま手から自然に抜け出すように、まあ、手裏剣は大体そうなんですけれども、特にこう手裏剣を倒すという操作をあまりせずに打ち出す。なので的に向かった時の狙い方というか、なんとなくイメージが私は違ってきます。やはりね、少しイメージなんですけれども、巻物をつけた手裏剣の場合、私は放物線を描くイメージで打ってますが、まあ、このように綺麗に手裏剣が立っているので、まあ、ちょっと外してしまってますけれども、少なくとも綺麗に立って刺さります。割とね、こういった手裏剣の場合、少し斜めになったりこう上下にずれると、こちらから見ると分かるんですけれども、結構大きく手裏剣が干渉してしまうんですよね。なのでまあいつも以上にまっすぐ打たないといけないですね。要は手裏剣が大きいので、こういうふうに狙いが極端に狭くなってしまう。あとやっぱり重い分的にこうダメージが大きいですね。まあ、それだけ威力があるっていうことなんでしょうけれども、やっぱりこの手裏剣はいいですね。すごく深く刺さってくれます。特にねこの手裏剣が切っ先がかなり細くなってるんですよ。ですので畳とかこういったものへの刺さり方はものすごく鋭く深く刺さります。よく刺さってくれる手裏剣ですね。非常にいい手裏剣だと思います。というわけで今日は巻物付きの手裏剣、これで遊んでみました。以前話したと思うんですけれども、普通巻物をつける手裏剣ってこう後ろの方が細くなっているものが多いんですけれども、私の場合は、まあ、普通の手裏剣に巻物を巻いたりして楽しんだりもしています。まあ、これはね本当に人それぞれの楽しみ方なんですけれども、まあ、これをつけることで、まあ、距離が伸びたりとかいろんなメリットがある、そう聞いて試してみました。ただ最初のうちはやはりうまく扱えなくてすごく悩んだ時期もありました。まあそれでもね、そうやって作っていくとやはり中にいくつかこうやって飛距離がとんでもなく伸びてしまったりとか、安定性が格段に増す、そういったものができるようになってきます。なのでやり始めると本当に面白い、やり始めて結果が出始めると非常に面白くなってきます。なんでね、いろいろこう自分で巻いたりもしてます。ちなみにこの手裏剣だけは最初から巻物というかこれがついた状態だったので、自分でこれは調整はしていません。やっぱりね、重心のバランスポイント、そのあたりがやはりだいぶそれぞれだいぶ違ってきている。こういうふうにして、まあ私の作り方の場合なんですけれども、少しね、穏やかなんです。近い距離だと倒れきらないことが多い、その代わり遠い距離が効く。でも
それじゃあちょっと良くないんですよね。できれば全距離対応できるような手裏剣が作りたいので、この巻物の巻き方、これももう少し勉強していこうかなと思ってます。近い距離でも遠い距離でも、もっと遠い距離でも刺さる、そんな手裏剣を目指していこうかなと思います。こんな形でいろいろ遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。